みんなで田植えをして夏を乗り越えて秋を迎え黄金色に実りました。はさがけの竹も作り稲刈り体験をやりたいと思います。管理する常滑市内の田んぼで稲刈り体験が行われました。南知多ユニバーサルビーチプロジェクトが管理する常滑市内の田んぼで28日土曜日稲刈り体験が行われました。南知多ユニバーサルビーチプロジェクトでは毎年障害を持った人をこの田んぼに招いて苗植えや稲刈りを体験してもらっています。今年は常滑子ども食堂の関係者も参加し、子どもたちにも稲刈りを体験してもらいました。子どもたちが楽しく稲刈りができるように田んぼには小さなおもちゃなどが投げ入れられました。田んぼは500平方メートルほどあり、参加した人たちは鎌を持って稲を刈っていました。子どもたちも刈り取った稲を運んだりして大人の手伝いをしていました。開けるものがない。また稲穂を間近に見て興味深そうに観察していました。車椅子を利用している人も田んぼに入って稲刈りを体験しました。刈り取った稲は乾燥するためにはざかけをしました。稲は1週間ほど乾燥させた後、手作業で脱穀をする予定です。途中、子どもたちは田んぼに投げ入れられたおもちゃを発見します。やったー、あげていいよ。パイナップルじゃん、かわいい。子どもたちは田んぼの中で宝探しを楽しんでいました。かわいい、はい、かわいい、はい、はい。初めて稲刈りを体験したこちらの男性は、やっぱり車椅子だとこういう土とかあんまり稲刈るんだところとかは車椅子だとなかなか入れないので、そこはこういうところに来ないとできない体験だと思ってて、とても初めてのことなんでうまくできてるかわかんないですけど、できてよかったです。この日収穫した米は雑穀した後、常滑子ども食堂と南知多ユニバーサルビーチプロジェクトで分配するということです。実りの秋、収穫の秋を迎えていますね。障害を持った人も子どもも一緒になって楽しい稲刈り体験ができたようですね。次の話題です。